ジョンニシセラです。ヘアメイクの秋山です。 R YouTube のメイク動画スタートでーす。今日はね、みんなが気になるメイクテクをご紹介します。おー、気になる。私気になる、気になる、楽しみで、気になる気ハイライトといえば、この3のこちらシマリンググローデュオ01、有名なやつだよね。そう、これ私も好きなんですけど、これ、なんか大体みんな持ってるやつ、ね、これが好きなんですけど、なんか、絶対このハイライトの方をたくさん使ってしまって、こちらブロンザーの方を使い道がちょっと、結構みんなこっちは穴が開くまで使うけど、こっち残ってる人多いよね。だからこっちの使い方、を教えていただきたいなって山さんに。でもこのパレットはハイライトもこのブロンザーの方もめっちゃ使え、両方ともすごい使える色だし、結構もうどこにでも塗れるやつだからすごい使いやすい。あ、そうなんですね。じゃあ本当は同じ分量ぐらいになくなる、使い方によってはこっちがいっぱいなくなる人もいると思う。そうなんですね。教えてほしいです。やってみよう。お願いします。まずはこっち側、濃い方の色から、どこに入れるかっていうと、私だったらこれをなんなら目にも使うし、シャドウとして、シャドウとして、はい、シャドウの下地としてもいいし、この一色でもいけると思う、全然。目にも使うし、なんだろう、チークにもなると思う。これチーク、チークになれると思う、こういう。この子はそうなんですね、いけるいける、めっいろんなところに使えるんですね。でしかもなんならこれ口にも使えると思う。口にも、え、口紅、なんかこの色を口に塗ってグロスとか重ねたらすごい可愛いと思う。考えたことなかった。そう、だからちょっと早速こっちの色から塗っていきたいです。はい、じゃあ目からね。目はまあちょっと想像つくよね。でもこれもラフな、すごいね、発色が綺麗だ。鏡見ながら、はい、本当だ、綺麗、ね、なんかさ、茶色なんだけどほんのり赤みがあるからさ、肌が綺麗に見える。今ね、これ全体に塗ってるっていうよりはこの目の上だけ塗ってる。なんかもともとシェーディングに使いますよね、これ。だから目に使う、目のまぶたに使うことによって、あの、なんていうの、立体感。そう、くぼん、目がくぼんで、より目が大きく見えそうですね。そうそうそう、凹凸がね、はっきりするから立体感。かわいい、かわいくない。へー、この目尻と目頭を抜いてここだけ塗ることですごい抜け感も出るし、なんかやっぱさ、細かいさ、なんだろう、ラメっていうか、キラキラがついてるし、あと練りだからさ、ツヤ感もあるじゃん。肌も綺麗になるし、可愛いよね、やっぱり。これにシャドウ重ねてっても全然可愛いし、これ一色だけでも私は全然可愛いだと思う。全然一色でも、可愛い。目はこんな感じで、次、アイシャドウ、チーク、チークはどうしようかな。まあ、色の入れ方ができるんだけど、まあ、じゃあちょっとスタンダードな感じで、こう笑った時に高くなる頬骨の位置にちょっとだんだん入れときます。トン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 。あ、これが一番想像つかない。おお、え、普通に良くない？なんかさ、これだけで見るとさ、あれだけど全然チークとして成立する色なんですね。かわいい。しかもあと肌が綺麗に見える。すごい、だいぶ大人顔になりますね。なんかさ、ほんのり赤みがあるんだけどさ、赤すぎたりピンクすぎたりするとチークって本当に子供っぽくなる。だけどこれ塗ると自然な血色と、あとやっぱ立体感が出てすごいから、あとこの細かいキラキラがさ、肌がすごいやっぱ綺麗になる、ツヤになる。入れ方決めてさ、多分こっち側に寄せるとさ、日焼けチークみたいになると思う。なるほど。全然この、で、唇のリップクリームをちょっと落として、リップクリーム塗ってるとさ、密着しないから、一回軽く落としますね。そして、唇にも塗ってる。
本当あ、かわいい。本当だ。これだけでもかわいいし、これにグロス塗るとすごいかわいいと思う。ツヤにツヤを足すってことですか？そうそうそう。に、あと色味のあるグロスでもかわいい。例えばさ、これにさ、ちょっと透けの茶色いグロスとか、あとは黄色いグロスとか塗ってもすっごいかわいいと思う。黄色？うん、黄色とか重ねてもすごいかわいいと思う。逆にマットのリップとかに重ねてもかわいいですね。うん、上に重ねるのも全然これはあれだと思う。うん、かわいい。こんなに使えるとは思わなかった。へえ。なんだろう、なんかさ、唇の色がさ、赤すぎる人もいるけど、これを重ねるとちょっとあのやんわり赤みを抑えられるし、茶色だから、うん、すごいいい感じ。なんかこれだけでも全然、なんならこれだけ、ハイライト使わないでこれだけあったら、こっち側だけなくなる人になる。確かに。ね。こんな使い方があったの、わからなかった。わからなかった。1、2、3。ね、シェーディングも考えたら、4つ使える。ね、4つでいける。そうすると、あとはまあハイライトですね。今日の切り方としては、私が好きなハイライトの位置は、鼻根、鼻のね、うん、ここが好きなの。私もつけます。ね、ここいいよね。あの、鼻筋全部に塗っちゃったんだよね。うん、ちょっとテカテカの。そう。やってる子結構いてる、あるあるなんだけど、ここだけ、ここに、やっぱ、外人ってここから高いじゃん。うんうんうん、だけど日本人って大体みんなここ低いから、そこに光集めると、そこがポンってなんか浮き出て高く見えるから。ここが一番本当に光が集まるんですよ。うん、混んでるから。ね、そうだよね。だからここに入れてあげるのと、あと私が好きなのはここ。ここをちっちゃいハの字に入れるの。あんまり入れたことないかもです。ここもね、ここも意外と光が集まるんですよ。しかもここここここって光ってるやつ。そうそう。でこれのポイントは結構ミニマムに小さく入れてあげる。なんかあんま欲張っていっぱい入れるっていうよりはもうミニマムにポイントでポンポンポンって入れてあげるのが好きかな。あとは唇のこの山。あ、大事。ここにあると唇がぷっくり見えて可愛いよね。やっぱり。あとはまあ普通に。まあ、ちょっとチークに重ねて、頬骨に高い位置にひらめきをトントントンってやってあげて、あともう一個黒目の上、これに重ねてあげます。なるほど。そう、さっき塗った、そうさっき塗ったところの上に、そうするとより立体感が増されて可愛い。こんな感じ。あの一つでもうメイク完成しちゃう。できたよ、完成した。なんならこれに足していくのもありだし、なんか別に今日ナチュラルでいいなと思ったらこれ一個でも本当に完成しちゃうので、うんうんうん、全然いける。可愛いです。使っ…お、そうやって。使っ…使お。ありがとうございます、教えていただき。じゃあちょっとこちらですね、今使ったのはシマリンググローディオ01です。じゃーん。それでは、はい、このお悩み3のパレットを2色使うお悩みに応えてメイクした完成がこちらです。あー、キラ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 ー、ツヤがツヤがツヤツヤで大人っぽいね。大人ジョニスです。決まってるよ。そうですね、これさっきのメイクにプラスで今、黄色いグロスを重ねてみました。これが結構ね、効いてますね。可愛いよね。あれだけでも全然可愛かったんだけど、うん、やっぱ黄色いグロスを重ねることでちょっと遊びが出ていいよね。うん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 、あとね、プラスマスカラを塗ってます。普通に黒いマスカラ、普通に黒いマスカラ、それでこんだけ変わりますもんね。そう全然。でももうだってさっきはあ、これでいけるねって感じだったけど、もうこれどこにでもいけるメイクだから、もう、本当に出かけられるって大人っぽくして。オールバックでね、決めてね。じゃあお悩み解決できたかしら。しました。よかった。ありがとうございます。みんなもこれ使ってみて、すごい多分いろんなメイクできると思う。なんか今回全部使ってるけど、 目だけ使う日とか
口だけ使う日があっても全然可愛いし、ハイライトだけ使ってもいいし、こっちだけ使ってもいいし、いつ何でも使える。みんな試してみてね。でははい、続きまして、はい、最近流行りの韓国っぽい眉毛を描きたいなって思っています。韓国っぽい眉毛、うんうんうん、やっぱ眉毛って一番なんだろう、メイクの印象変えるというか、一番私は眉毛が苦手です。描くのが。そうなの、はい、でも描かなくてもさ、もう割とあるから別に平気だよね。お多めで眉毛が、うんうん、なのでもう何あの隙間を埋めるぐらいしかやってなくて、だから全然なんか、うん、面白みがない。面白みがない。あ、まあ、でも変化 を出すのがってことか。はい。なるよね。生えてる方が全然怖い。でも今日は。でも今日はちょっとね、いつもと違う感じに。なんか、ね、韓国っぽい。平行眉を挑戦したいと思います。はい。これ使ってきます。ヒセアイブロウパウダー BR1 番。こちらを使いますよ。では早速やっていきたいと思います。はい、まず眉毛、こっち側の眉毛描くんですけど、眉毛って描く前に必ずパウダーをつけます。はい、こうやってパウダーをつけてあげる。なんか例えば下にファンデーションだったりとかベース下地を塗ってると、ここが結構なんだろう、こうぬるぬるしてる、うん、ぬるぬるベタベタしますね。ベタベタするよね、うんうん、あとは塗ってなくても自分の皮膚の皮脂でここって油っぽかったりするとやっぱ描けないんだよね。その上ツルツル滑っちゃうから必ずこのスクリューブラシで眉毛を毛並みを整えてあげましょう。この溶かしてあげるの結構重要。はい、よし、ではでは早速描いてみよう。え、韓国っぽい眉毛ってどんな眉毛なんですか？平行な眉毛かな。 あんま山がそんななくて、うん、ちょっと平行気味で、 でも結構ちゃんと見ると割とナチュラルな眉毛なんだよね。なんか毛並みがすごい分かってみたいな、そういう感じの眉毛です。はい、描いてみます。はい、それではこの、ね、真ん中と一番下の薄い色の下の2色を混ぜて使いたいです。使っていきます。で、平行なので、まあ、一番濃くなっている中心から塗っていきます。こっちから描き出す人いるんですけど、そうするとすごい目頭が濃くなっちゃうから、こう、ま、眉尻方面の真ん中ぐらいから出していって、はい、で平行にしたいからこう埋めてあげるんですね。こう山がなくなる、平行になるように、平行になるように描きましょう。山がないよ。じゃあ上はもう本当にまっすぐ。そうそう、なんか結構山を作ってこうカキカキってやるけど、眉ないんだよ、あんまり。眉じゃない、山がないんだよね。それを描いて、はい、今日はね、結構こうふんわりしてるんだよね、あっちの眉毛って。あー、なるほど、うん、眉頭、眉頭の時はこう上に向かってね、やって入れて出していきますね。で、細い方にして、自分の毛並みを生かす、毛並みっていうか眉毛の毛を生かす感じで描いてってあげた方がいいのかなって。どうしても埋まりづらいとこだけこの一番濃いこの焦げ茶使っていきます。なんか穴ぼこが開いてたりするときあるじゃん、そういうとこに埋めてあげます。でも結構パウダーで土台を作っちゃうってことですか？うん、そうそうそう、パウダーで仕
仕上げて、なんかほんとふわっと、よく見るとさ、ふわっと作ってるんだね、あっちの間って。この線とこの線は平行ですよ、上の線とここの線は。でも外側が濃くなるとダメだから、ここはこの真ん中が濃い方、真ん中濃くてここを薄くグラデーションにできると思うんですけどね。平行を意識しましょう。こんな感じかな、はい、今はこんな感じでやって、でこっちの眉毛もやって、目元口元全部でトータルでちょっと変身してきます、はい、眉毛の作り方はこういう感じ。基本的にふわっとで平行、上も下も平行になるように仕上げましょう。こちらですね。さあ韓国メイクにしてみました。はい、ザオープン。やっぱ違う人じゃない？あ、何でも似合うんだね。何でも似合う。本当ですか？こちら。おお。人が違う。人が違うね。韓国って結構やっぱメイクしっかりしたりとか、まあ、うん、あのナチュラルなメイクももちろんあるんだけど、今日はステージ映えなメイク。何色？にしてるんだけど、やっぱ眉毛はちょっとふわっとして平行なイメージがすごい強い。あと毛並みも結構活かした眉毛なのかなっていう。だからこの眉毛を平行にするときのポイントとしては、このここの上の線と下の線を平行にする。で大胆の子が足すときに重要なのは、このここがこうアーチを描いてるから、ここを足してあげて、あとこうなってきた時にここがこうなるじゃん、大体、はい、ここの上をちょっと埋めてあげる。ここね、ここもちょっと、でもここをしっかり描きすぎちゃうと結構強い眉になっちゃうから、ここもふんわり描く意識で描いてますね。結構しっかりめに描くんですね、そのパウダーで。そうパウダーでね。だけど、まあこう全体的に見るとやっぱこういうことなのかな、目のポイントは、目のポイントはちょっと字を意識しましたけれども、まあ一番最初マットのアイシャドウ、まあ、ピンク系、ピンクコーラル系の色味で全体を塗ります。はい、塗った後にこのキラキラね、キラキラステージ映えです。ギラギラのラメを乗せております。で特に下ね、なんかやっぱ見ててさ、下がキラキラすごいしてたから、今年もライブの時絶対下キラキラ。やっぱそうなんだ、やっぱ映えるんだ。映えます。ライトとかステージにね、あとそれが反射して目がキラキラに見える。あ、そうか、かわいい。で、でやっぱね、誰を見ても大体やっぱマスカラもアイラインも黒だった、ね、今日も黒ですもんね。だからアイラインもマスカラもちょっと黒にしてみて、しっかりめので肌はなんか韓国の人って何だろう、トゥルン、なんか水分、なんか何だろう、水分量の高いなんかトゥルンとした肌してるじゃん、透明感みたいな。で、まあ、でも割と何だろう、ナチュラルすぎなくて割とカバーするとカバーしてるから、肌はちょっとカバーしつつトゥルンとした水分量の高いツヤ肌にしています。で、リップは、なんか韓国のリップってやっぱ可愛いよね、色が絶妙ですね、これはなんかね、ピンク、なのかな、まあ、ピンクだよね、なのかな、ですね、そう、こういうちょっと韓国っぽいリップをまた塗ってみました。で、そしてこの髪型、なんか韓国のさ、アイドルこの髪型してる子多くない？そうなんですか。いや、なんかよく見かけるから、そう、ね、
はい、やってみました。しかもあと印象の深いから下ろしてる、なんかそれっぽく、なんかこの子これこの髪型みたいな、そうそうそう、なりそうですね。ね、眉毛平行でふわり、毛並みを生かした眉毛を描いてみました。はい、みんなも真似してみてね。